今日は初回ファーストラウンド伊藤整体院から、ずっと今回アテンド役いろんなさまざまやっていただいてる、山本学さん、はい、よろしくお願いします。フィーチャーしたいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。学さんにはいろいろやっていただいて、いや、ね、助かってますね。本当にね。いや、なんか邪魔にならないようにこうちょこまか動いてますけど。マナさんはいつからポンさんのアシスタント？僕は2012年の、8月か9月から、2013年の春、まあ多分4月だったと思うんですけど、うん、なのでまあ1年はやってないんですけれども、はい。その頃ポンさんは？その頃ポンタさんは、まあ、デンベイさんとのツアーだったり、うん、まあ、山下洋介さんとか、まあ、ジャンクさんのライブも多かったですね。結構やっぱりツアーで、あとは結構 CM の、うん、HIS の CM で、うん、あの夏木マリさんが歌で、あった、あのすごいメンバーが、ね、すごいメンバー、高中さんとか、うん、本当に、はい、キャデラックだ、多分 YouTube にちょっと残ってるかなと思うんですけど、CM が残ってた気がしますね。でその撮影はめちゃくちゃふざけて、コンサートバスドラを横置きにして、でティンパニーをフロアタム代わりに置いてすごいな。撮影の時ポンタさん一切音出さなかったですね。セットしたのに。よくあるやつ。そう、よくあるやつだね。これはもうお前思いっきりふざけろって言われて、あ、それをマナブ君がセットして、それを僕がセットして、だ意外とちょっとおかしすぎてあんまり撮ってもらえなかったっておかしすぎて、はい、もう他の人もう、そうだよ、意味がわからない、しかも叩かないってね。叩かないっていうのはよくあったみたいですよね。あれだけ大きいセットを組んだら叩かないっていう、本当にもう。まあでも忙しい毎日で、うん、月に1日休みがあるか、1日2日3日休めるかっていうスケジュールでしたね。じゃあそれはアシスタントの方々も大変でしたね。そうですね、こんなにこうポンタさん体力あるのかという、なんか24、5、3、4、5だったと思うんですけど、うん、なんか負けてましたね、完全に。負けてた、はい、パワーすごいからね。そうなんですよ、ね、寝なくてもいられるっていうね、本当に、はい、むしろ寝かしてくれた話だな、こっちとしては。そうなんですよ。付き合わなきゃなんないから。しかもその当時は熟成っていう、はい、そうなんですよ、ね、珍しい、はい、ポンタ塾っていう形で確かホームページでも宣伝されてたと思うんですけど、もうアシスタント兼塾生っていう形でしたね、うん、なので単なるアシスタントではないっていうようなつもりでポンタさんも接してくださったと思います。でいろいろ教えてくださった。そうですね、教えようと頑張ってらっしゃったっていうのが、あ、本当に、はい、やっぱ違うんだね、そういうところは。そうですね、アシスタントとその塾生っていうのが、はい、おそらく、まあでも教えるのが失礼なんですけど上手じゃないのかなっていうのは、伝え方がね、はい、ただすごく頑張ってくださったのは分かりましたね。なんか覚えてる、特に。そうですね、ポンタさんの言われてることかなりシンプルなんですけど、ポンタさんが音楽でも本当日常生活でも滑らない話というか、こう絶対自分の中で間違いないっていうことを繰り返される方ですよね、うん、こう面白話とかも、みんなこのエピソード聞いてるみたいなのがあると思うんですけど、それを音楽の中でもやられてるなっていうのに気づいて、多分そういうの気づかせるっていうのがポンタさんの塾生への指導だったと思うので、それをあれはそのうまくこうなんですか、分類していったらポンタさんの滑らないフレーズをいくつかに分けられると思うんですよね。
あ、なるほど。それは これから研究しがいが。そうですね。本当に。で、僕がポンタさん そのアシスタントになる前は、まあちょっと中学校の先生やったりしてたんですけど。中学校の先生。それは音楽の。音楽の。本当に。はい。まあ本当に短期間なんですけど、吹奏楽部の指導とかもしたり。もともとそのオーケストラ畑から来てる、まあ、クラシックから来てて。あ、そうなんだ。で、結構ポンタさんそういう話は、うん、これどうなってんのとか、お前こういう時どうすんのっていう風に逆にポンタさん、聞いてくださって、で僕自分で作ってた楽譜とかお見せしたりして、うん、アレンジの勉強をポップス知らないので教えてくださいって言ったりして、レコーディングの時にこう全員分の楽譜見せてくれてたりとかして、うん、そういうのは気を使ってくださったなとか。じゃあ塾生として応募した時も、はい、マロン君のこのキャリアを資料とか見てるんでしょうから、ポンさんは。そうですね。ね、はい、結構そこは楽しんでくださったね。ポンさんとしてもね、まあ、絶対そういうの好きだよね、ポンさんね。で、何歳ぐらいの、あ、何歳ぐらいの時、僕20の、うん、中学校の、中学校の先生、大学出てすぐぐらい1、2年だった、23か4年だったと思います。大学もそういう音楽大学、うん、教育学部の音楽科ですね。で、まあ、ちょっと変な経歴になるんですけど、それ出てインドに行ったんですよ。ちょっとそれがポンタさんのその滑らないフレーズとちょっと被るところがあって、インドでタブラっていう楽器を勉強したんですけど、あれがリズムを全部口で言うっていうところから始まるんですよ。で、楽譜にはしないっていう、なので西洋の楽譜ありきの音楽とはもう全く別世界で、で、そのタブラがダーテレケレデッタテレケレデッタみたいな、そのニュアンスも師匠から受け継いでいくものなんですね。ポンタさんやられてることはまさにそれだなと。楽譜にしたりとかじゃなくて、もう自分の中でフレーズを完璧にまずはイメージと言葉でしてやられるっていうのは、あ、もうこれはインド音楽の何千年の歴史ってやられてることと全く一緒でしたね。ポンタさんもやっぱ歌うことはまずそこからだっていうね。なんでポンタさん、インドのあれどうなってんのみたいなのも聞かれて、インドはどうなってんの、はい、今回のミュージアムあと1日残ってますけど、感想をいただけると。はい、そうですね、3日間やらせてもらって、正直最初はどうなるんだろうっていう心配が、あったんですけど、本当に準備をしてポンタさんのこう歴代のシャツとかをこう車から下ろすって時に、うわ、本当になんか師匠がそこにいるっていう感覚、これは本当になんだ、写真でも伝わらないし、文章にもできないんですけど、そこにいてまた近くにいられるっていう、その感動というか、不思議な気持ちでしたね。やっていて、やっぱり物にポンタさんの気持ちが宿ってるというか、やっぱり音楽にね、それはあるね、全てを捧げて、やっぱりお前音楽のために死ねるのかっていうのをいつも言われてたもうなんか自分の人生をつぎ込んで全てをそこに作るものに乗っけていくっていう方だったと思うので、本当に魂が宿ったものがたくさんあるので、そこは、ああ師匠こういうことをおっしゃってたんだなっていうのを改めて実感したところですね。新たな発見ありましたか？シンバルに関してが一番びっくりしましたね。今シンバルを作ってるんですけど、はい、ポンタさんの特徴で言うと、やっぱりハイハットかなっていうのがシンバルの中での特徴は、やっぱりハイハット聞いたらポンタさんだなっていうのを、結構いろんな方が分かると思うんですね。俺も言ってましたもんね。俺もそう。はい、そう、チッみたいな、チッみたいな、で、あれ
あれがポンタさんだなっていうのは思うの で、うん、当時はまだシンバルを作るっていうのをしてなかったので、うん、まあ、ぼんやりこのシンバルがいい音だなとか、まあ、そこもあんまり正直わからなかったんですけど、今見るとなんで良かったかっていうのが、シンバル その細かな形状、うん、凹凸だったりとか凸凹してる部分が、上と下がここが触ってるからジーっていういい音がするんだ、うん、なるほど、うん、っていう本当に楽器選びのセンス、ポンタさんのセンスっていうのを今初めて勉強できました。なるほど、うん、でポンタさん、そのなんでそのハイハットかっていうと、やっぱりそのポンタさんが使われてる 13.5 インチのプロトタイプのグルーブハッツを、もうあの僕がいた時から2012年から少なくとも使われてたので、本当に10年近く、うん、で、あの他のものもたくさんあの送られてきてたんですよ、ポンタさんのところに。でもあれはダメだって言って送り返しちゃったり、うん、でなんかその一つの個体がとてもよくというか気に入られていたので、それをもう一回見れたっていうのが、一つ一つ、まあ、形がほぼ同じでも違う音がやっぱりするので、うん、どこの音を欲しくて、まあ、どこの音程とか音域が欲しくてこれを選んでたんだなっていうのが前よりかなり見えるようになりましたね、うん、これはなかなかディープすぎますよ、うんうん、シンバル職人ならではな、ならではだよね。そうじゃないとね、このここが擦れ合ってるから、はい、これが触れ合ってるからっていう、そうです、で擦れてるところが見えるので、うんうんうん、あのシンバル実際に近くで見るとあ、ここがぶつかってたんだ、あ、ここがポンタさんの血の血のその後の部分なんだ。すごいね。すごい、これはもうあの帰ったらあのやってみようっていう、いやなるほど、はい、今までのポンタさんのハイハット全部学ぶに渡して全部なんか調べてるし、うん、検証してもらう。そうですね、一個一個どこがポンタさんがあの使ってた理由なのか、うん、この続きは次回の配信をお楽しみに。